皆さん、こんにちは。りいんでございます。え今日はですね、井川もったかさん、えー、と元大王政治会長をお招きしましてお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願い,いします。よろしくお願いいたします。まあ、読めよばっかりみたいですけど、<laughs> 井川さん、いろいろと政治のツイートもされてるんですけれど、都知事選からまず行きますか。はい。<laughs> 都知事、井川さん、今、ご自宅、東京はい、港区ですね。都民、はい、都民ですね。はい。そうすると、投票権ありますねます。はい。今回出ますけれど、まあ、小池さんは、 ま、現象ですけどね、出て。でもあの、蓮舫さんは、出ますよね。はい。私もこれね、二0二人とも知ってる、知り合いなんですけどね。結構困っちゃうんだけど、はい、この、小池さんは、学歴の話って言うんだけど、なんか、蓮舫さんは二重国籍でしょ、はい、どっちが、どっちがひどいのかなっていう。で、学歴は正直言うと、私大学の先生なんですけどね。はい。ね、大学が認めたら、もう学歴がありなんです。これは、世界共通で。二重国籍と、 学歴差少でいうと公職選挙法違反に当たるのは学歴だという方かなっていう気がするんですね。で,すねでも大学が認めるとそれはもう大学最終権限者なんです。まあそうですね。<う>何をもって卒業かっていうのは別に。そうそう客観的な基準ってはっきり言ってないんです。はい、担当教授が。 いいっつったらいいんですよ。はい、これは大学の先生やってると、卒業判定委員会ってなってね、はい、最後ね、先生の判断ですって言われるんですよ。はい、い私いつもね、大体 OK してるんですよ。いや,すね、いやもうそれはね、<laughs> いやね、まあいいよって言っちゃうんですよ。私の父の頃なんてなんなっけゆねしそうになると、その先生のところになんか一生瓶抱えて行ったっていうね、うんうん、<laughs> 慶応を6年かけて卒業しますけれども、はい、最後の手段は先生のところになんか貸し折り持って行く、一生瓶持っかて行くって言ってましたから。大学に行って、厳格なのとそうじゃないとこがあるんですけどね。 世界の大学ですとねはっっきり言ってそうじゃないのは結構ありますね、うん、そうするとね、大学の先生がその時の安定したら OK で、で結構これ遡ってやることあるんですよ。多分、小池さんはマジに喋ると、多分2年中退だと思いますよ。なるほどおそらく。それは誰かが言ってるように、ね。中退したんだけど別に、あ2年中退言ってんだと思うけど、中退って言わないんだよね。うん、要するに先生が OK すれば、 まあ確かに、その視点は私も今まで持たなかったですけど、ものすごく納得ですね。いすすはい。腹に落ちますね。だって、2年でもう十分、卒業っていうことだってあり得るわけですが、<う>飛び級で主。主席なんです。主席が。<laughs> おそらく一人なんです。<laughs> なるほど。それを遡って2年で中退したって言わないで、その時の指導教官が卒業ですって言っちゃったら卒業になっちゃうんですよね。はい、だからこれいくら言っても、はい、実は、詐称に多分ならない。なるほど。紹介するでしょカ道大学に。はい、卒業ですって来ちゃうんです。 そうするともうね、最終権限者なんですよ、世界ド大学はで、ね。彼らは政治的にどうもあって、卒業なんだしょう、それ 二重国籍の方は、一応、法務大臣が、これ、金田敏勝さんがね、はい、これ、林って、一国会と召してるんですよね。だから、これは、うんこ味のカレーライスと、カレー味のうんこってどっち食うかっていうと、それ、うんこ味のカレーライスでした、ね。<laughs> 私はですね、その表現はちょっと、どちらも食べたくないもんですから、<laughs> なんて言ったら、傷んだ、傷んだカップそばと、調理を間違え、調味を間違えた台湾そばどっちを食えって言われてるような方だ。<laughs> 一応、そうしてますわ。な、ねまあ、食える方を食います、はっきりは。 これ何の罰ゲームだって言って私の周りもみんな言ってますけどい。いや、きついっすよ、これ。 でももう、なんか選挙っていい人っていなかったら、より悪い人をこうやって探すだけではないかなって気もしますけどね。どっちにしてもきついですけど、私ね、実はね、小池さんがね、公約やんなかったって言うでしょ。私そんな気にならないです正直言うと。下手なことやんない子やんないいや。やんなきゃやんないで構わない。変なことをする人よりかは、何もしない人のが好きなんです。公約の7つのゼロです。私最近もじって、いや、今8つ目のゾロじゃんって言ってるんですよ。<laughs> いや、7つの のゼロを一、ね、つも達成的ながゼロゼロ回答だったっていうんで八つ目のゼロだって言ってるんですけどね <laughs> これでも誰か入れなきゃいけないですからね、うん、今度でも五十人出ちゃうんですよあれ掲示板ってどころくんもありますよね、うん、うちのそばの掲示板って三十個しか湧くないどうすんのあれ増やすんですかね大変だなと思ってね。<laughs> そういえば <laughs> マック赤坂さん十五歳で出てましたねそう ドク,ドクター。ドクター、ドクター。中町さん。ドクター、中町さん。中町さん。すっごいっすね。まあ、そこまで行ったらもう逆に、もう頭が下がります。もうライフワークですね。あれ、なんで出てくかをご存知ですか、えー、あの、ほら、彼、海軍なんですよね、もともと。えー、海軍で、あの若い時海軍に行った時に、上官が、 君みたいのは政治に出ろと言ったた。それってずーっと出てって、上官命令をずーっと守ってって本人言ってたけど、すごいな。95ですよ。面白い人が出ますね。やっぱり軍隊にいらっしゃった方だから、やっぱり。軍隊。体が眼見なんでしょね。でもね、軍、眼見だし、あと軍隊だから、上官の命令は死ぬまでだと。 それでね、こういう政治に出なかったら、自分が死んだ時に後で <laughs> 怒られるっていうことを言ってましたけどね。<laughs> <んか S 1> すごい状況になってますけどね。そういえば、秋田方の元前市長の石丸さんのことはどう見られてますかいやよく知らないんですよ。<laughs> 正直言うと全然知らなくて、なんかアーミーがいるみたいですね。私があの、ちょっと石丸さんって知らないんだけど、なんかでも東京都知事になってね、東京から地方文献するって言われると、そういう そういう土地いて今までない、いたことないんだけど、はい、と言ったら、すっげえ攻撃受けました。私は攻撃受けなかったですけど、同じことを言いました。じゃあ、やっぱり私先生に比べたら雑魚なんで目立たなかったかもしれませんが、うん。いや、お前、ちょっと、だって、石原さんはね、都知事になったときに、地方分権の話るわけないだろって言ってね、全部東京でやるよって、はい、はっきり言いましたよ。 大体ですね、これから東京都知事になるっていう人間がですね、東京の一国集中排除っていうのは、まあそれが東京の便利便になるんだったらいいんですけれども、うんうん、それを東京起点になんだっけ、あの、地方分散をとか言ってですね、いやいや、それってなんかあの、大王選手の社長がです、ね、うん、業界全体のことを考えて、大王選手ばっかりシェア取らずに、王王選手は日本選手にも利益を出せるようにしてあげましょうっていうようなもんで。うん、話でしょう、それと、えー、東京都民に対して背任、ね、ま、排任とまで言わないですけど、ピントずれてます、ねうん。あれはないと思って、それで、東京都知事は逆でね、俺に全然 全部任せろって言って、はい、ものすごい集中するのが当たり前じゃないかと。それは多分東京の利益にもなるから。はい、もう私石屋さんに本当に聞いたことはあるんだけど、石屋さんの時に。その文献とかね、その時に一極集中廃止してんでね。いろんな首都の辺野というあるじゃない東京の首都機能分散する、はい、猛反対してきたんですよ。 それでね、もう反対して、私その時に国交省にいてね、それやってる課じゃなかったんだけど、それやってる課、課の、しときの分散っていうのの課があって、そこに隣り込んできてね、もう絶対消し方全部東京でやるかって言ったのを覚えてるんですよ、ねうん、やっぱりと、それ東京都知事としてはそうだろうなと、正直と思いました。はい、だから、分散の話なんかするんだったら、いや、他の、なんか、他の県知事がいるのはわかります。はい、秋田県、あの、広島県の県知事になったういうふうに言ってみると思うけど、ねはいはい、東京都知事はそれはないなと。はい 思いましたけど。まあ、それは言うなら、日本国のトップのいうことであって、総理大臣のが考えることであって、東京都心の仕事じゃない,ゃないですね。はい、東京都東京都の話だったら、なるべく東京に全部持ってこいとね、全部面倒見てあげるみたいなのが普通だなと思ってたんで、それをちょっと思いましたけどね。私はもう持論として、この間のノットの地震でも、まあ、被災された方には本当に気の毒だと思いますけれども、うん もう10年後、20年後に何人住んでるかわからないところにですね、うん、今からですね、何千万かけて橋を建て、あの、作り直すのかとかでいったことを考えたら、別に強制的に移住してくださいって言うつもりはないんですけれども、うん、やはり人口減少して、これからもう一だでさえ、財政的にはですよ、まあ借金はいいんですけれども、まあ、少なくとも税収が増える見込みがなかなかない中では、やはり都市部への集中っていう方が私は正しいと思って、 ってるんです。だから、今さら地方分散なんて、それは高度政治の時の発想だと思うんですけど。<ん>その前、まあね、これは多分ね。 西類いてね、地方の人で分散してもらいたいって人がいるのは分かってるんですけどね。東京から言うことはないのは間違いないですね。はい、あと、玉上さんどうですか、まあ、玉上さんは私は話題になった頃、最初の話題になった頃からです、はい、あの方の保守ですし、まあはい、右寄りですから、そういう意味で言うとですね、よろしいんですが、その論調とか内容を拝見すると、今一つ深くないなっていうかですね、<laughs> まあちょっと柔らかめに私言ってますけれども、そもそも最初のあの論文書いたの間違いだと思ってるんですね。はい、例えば、何かと私企業に例えさせて してもらって申し訳ないんですけどどこの会社でもですね、まあ、副社長か専務がです勝手に取材をですねトップに社長に断りもなくですね取材を受けてしかも会社の方針を勝手に自分が代表してるみたいにですね書くっていうことはありえないわけですからどこかから取材の依頼があったら例えば大王製紙の、えー、企業戦略マーケティングについて今後について。 語ってくださいって言われたら、こういう取材来たんですけれども、うん、受けていいですかってまず社長に聞くはずですし。まあまあ、常識的にね,ね。で、原稿書いたら、これ方向性で間違ってませんかって聞くはずですから、うん、あるいは書く前にですね。うんうん、ですから、あれはやっぱり組織人としてやってはいけないことだなと思いましたんで、そういう意味で最初から私は若干、その、減点してます。<laughs> 勝手に申し訳ないですけど。<laughs> あとね、私ちょっと名前忘れちゃったんだけど、なんか、台湾の踊ードーターみたいな AI の全部やるって人いてね。 あれ、ああいう方はどうですか私はあんまりその、そっちの IT 系よくわからないです <laughs> AI もいいのやら悪いのやらいろいろ論争ありますけれども、本当最近は私のアシスタントっていうか、まあいろいろ企画もしてくれるパートナーに、私がある依頼に対して割とちょっとイラッとしたもんですから、きつめの言葉で、強めの言葉で返してくれって言ったんですけど、したまあ女性の人彼女困っちゃって、うん、AI に、あの、こういうふうに、 いい趣旨のことを私が言ってるんだけれども、相手に、その、あまり強くならないように文章を考えてくださいって言ったちゃんと、それで文章出てきたっていう。GPT 使ってるみたいなんですけれども。<laughs> 小林幸喜さんは出なくなっちゃったんですよね。そうな、うん、もう、この間ちょっとあったんですよね、小林幸喜さんに。はい、そしで、その時出るって言ってたんだけど、はい、なんか、やめたって。昨日かなんか出てましたね。保守系でやってもいい。で、あの、80歳ですからね。はい、もうちょっと疲れてる感じもしましたけどね。はい、と、あと、 NHK 党のたくさんの人って形になっちゃうんですかね。私、まあ、立花さんもよく存じ上げてるし、数日前も一緒に飲んでたんですけれども。<laughs> あの方はビジネス的に面白いこと言うなって私いつも思うんだけど。あの方ね、数字むちゃくちゃ強いですししね、いろいろとね。頭の回転早いそうそう。私もね、結構ね、NHK 党のね、特に呼ばれてね、あの、結構お金積むんですよ、あの人ね。<laughs> ちょっとすごいなと思って <laughs> あれは、なかなか、あの、なんかね、 出てもらったらいくらですっていう交渉するんだけど、なかなかすごいね。あの人は常にもうコストと、要するにインプットとアウトプットをちゃんと計算してやってますよね。うん、単だ単にオーバー振る舞いとか思いつきで動いてるわけじゃなくて、思いつきの上でちゃんと計算してそうだから、ちゃんと数字の提示っていうのもね、あってね。このくらいなんか人呼べるかなっていうので、はい、なんか私に言ってきたんで、おこ,はい、この人本当に政治でビジネスしてんなって思,思いましたね。はい、そんな感じでしょそうです。ね。 だから、おやつっていうのも、掲示板で、なんか意見広告、意見見たたり入れて、これいくらでってうんで、1万5000箇所あるんだけど、ずっとあれなんか今2週間くらい貼れるでしょその広告効果考えたら、多分、教託金300万円って安いんじゃないですかね、はいはいはい。彼の持論としては、立花さんの持論としては、それでけしからんって言われるけれども、うん、で、まあ、受からなかったら教託金として出されるんで、うんうん、あれは、 東京都に入るんですから、国庫に入るんですかね、教託金没収されたら、この土地事世の場合だからちゃんとそういうふうに、そちらにも貢献するんだから、いいじゃないかっていう。一人300万円で50人以上の、一応5000万円以上は、実は効果があるということで踏んでるんで、それで差額だけもらってるから、全部もらってるわけじゃないっていう、どういう理屈なんですね。僕はすごいなかなか考えてるなと。面白い言い方じゃない言い方もね。政治を完全にビジネスにしちゃって。で、教託金を、 高くするっていうのは、どっち、民主主義として、立場合として難しいんですよね。意見をやせなきゃいけないってんで。はいはい、だから、そこもついててね、なかなか、盲点で、あ、なかなか大変なのがでも、掲示板がすっごいでっかくなって、荒れるところがなくなんじゃないかなっていう気はしますけどね。50人分のポスター50人は今までないっすよ。そうなると、 他の人たちも逆に埋もれちゃいますよね。埋もれちゃう。分かんなくなっちゃう。はい。どこに出てるのか。はい。だから、わーっと他の人たくさん出てくるんでしょなかなか面白いこと考えるなあというふうに思いますね。まあでも、いずれにしろ、あの、七夕に言わなきゃいけないんだけど、選挙し,選挙しなきゃいけないわけですけどね。はいはい、この、MI2 さんのポストに、これ、井川さんがお答えしてるんですか蓮舫さんの話で、前川喜平氏、前川喜平のがあって、小池百里子は、 氏は中身からっぽ、連邦氏支援集会が加熱、革新都政裁への期待もという記事を紹介し、連邦が当選、この下がこ、これこれ以下さんの話じゃないんですかこれは私ではないんじゃないですか、うん、あ、そう。で、これポストされたんですかいや、してない。多分してないんじゃないかな。でもまあ、これに関しては、朝鮮学校無償化って、でもこれ、各種学校なのかなどういう扱いなのかわかりませんけど、これ、じゃあ、アメリカ、 スクールにも無償化しななきゃいけないけ <laughs> 朝鮮学校だけやるっていうのは、これ逆に差別じゃないのね。私思いますけど、ね。前川平さんだからね。うん、らねじゃあ次の井川さんの6月13日のポスト、岸田内閣支持率、ちょ、岸田内閣支持率のあったよね。16.4% 16. 最低更新っていうんで、安倍さんの、安倍さんの後に岸田、天国から地獄ではこのこと、<laughs> 天国から地獄ですや。やっぱり差が激しいですね。ひどいですね。私ね、最近、 というかちょっと前にハッと気がついたんですが、岸田さんって東大を3回受けて落ちたから、二浪して早稲田に入ったっていうことになってますが、私、二浪して初めて早稲田に受かったんだと気がついたで早稲田も2回起こったじゃないとですね、私の同級生見ててもそうなんですかね、当時の同級生見てても。 一応その、だって一回受かれば、うん、あとは権利として何年でも、あるいは例えば3年間、5年間、うん、早稲田に入学する権利がもらえるわけじゃなくて、毎年勝負じゃないですか。今年入学しなかったら来年もう一回受けなきゃいけないわけで、うん、私の突っ込まのまあまあ、 できる連中でもです。早稲田を受かったり、慶応受かったりしたら、仮面浪人してましたから。うん、必ず入学してましたから。入学してますわね。はい、それを3回目東大落ちたから、早稲田に入学しましたっていうのは、3回目にやっとまた、に受かったんじゃないかなと思って。うん、まあ、東大落ちたのは事実なんでしょうけれども、うんはあ。岸田さん、会ったことありますよねいや、ないんですよ。ない。あ、よかったよかった、はいな。ない、ない。<laughs> 私ね、結構多いんだな。というのは、岸田さんの親戚が、 財務省の官僚が多いんですよ。木田さんの妹さん二人い,いんだけど、二人の旦那とも財務省のキャリアなんですよ。で、一人は私の仲いい奴だって亡くなっちゃったんだけどね。だから、よく知ってるんですよね。だから、そいつ亡くなった時の葬式の時に、私行った時に、木田さんすっごい早くから来ていい人なんて間違いない。これでね、私がちょっと早く行ったらね。 どうもありがとうございましたそ自分のの妹さんの旦那だよねで私、たまたまちょっと早く行っちゃったんだよね。でもずっと二人で喋ってたんだことあったんだけどね。いい人だよことは間違いないんだけど。でも、まあ、周り、宮沢洋一さんはいとこでしょ。で、あの人はスーって行ったんだけど。いや、性格悪い。<laughs> 宮沢洋一さんはおじさんの宮崎一さんとよく似てると。裏千<に>家ってお茶のですね、裏千家のお初、えー、が待って新年早々の会があってですね。えー、そこでまあお茶をいただいた後、まあ立食のパーティーがあったんですけど。えー その弟が、私、私は数年前からその、その会に何回目かなんですけど、弟が初めて参加して、うん、まあパーティーですかそれぞれ別れて、ええはい、しばらくして弟が私のところにと思って、兄貴、あの、まだ当時ね、あの、大倉省の,<情>の、あの、官僚だった時代の宮沢洋一さんのです <laughs>、ね、兄貴、あの、宮沢洋一さんって何っていうか、いや、何って大倉省の人じゃんって言ってね、私はまあその前から存じ上げてたんで、いや、名刺出した、ああ、井川さんの弟さんですかって。 いきなり、名刺交換した直後に、で、大学はどちらですかって言われたから、ミッ <laughs> キさんとじゃない慶応ですって言ったら、慶応ですかいい大学ですね。いい大学ですね。<laughs> って言って、二回言われたんだけど、どういう意味だよって言うから、いや、いい大学って意味だよ。それかなかったんですけれどもね。<laughs> 宮沢慶応さんと一緒、必ず聞くの。で、東大でも、私なんか違うでしょそうすると。 えって感じでえって言われえって言われることもないでしょって。もうね、東大法学部で何期ですかって聞く <laughs> なるほど。ちゃんとストレートで来たかっていう感じで聞くの。本当に。宮沢洋一さんもそんな感じ。でもね、ちょっとね、東大法学部に行った人も、私は数学でしょだからね、ちょっと向こうから見て異質なんだよね。 こいつは違うって感じに見られてたんですけどね。だからあんまりそういうことは、こっちもすぐね、酒かなんか飲んでしょ、法学部ですかって言っちゃうから。<laughs> <laughs> いや、でも、わかるな。宮沢由さんもね、してきてるから。宮沢 <laughs> <た>さんも<の>だからそれは随分コンプレックスそうと思います。周り身内や親戚一同みんな東大なのに。そう、だから、岸田さんって人間できてるのは間違いないんですよ。うん、だって妹 人のね、あと、あと、弟もいるけど、妹の旦那は東大でしょそれで、ご存知だと思いますけど、岸田宮沢家って、原宿のマンションにみんな住んでるんですよね。<あ>一族、全部住んでる。<然>だからそこに行くと私の同僚が五六人いたんで、<laughs> 家族会議すると多分東大かつ財務大倉官僚ばっかりなんだよ。<laughs> その中で、あれでしょ ?3 回起こったってな。結構ね、 人間できてるのは間違いなくて、すごくいい人であるってあるんですね。私は安倍さんに連れられて何回も行ったことあるんだけど、いい人であることは間違いないけど。でも、安倍さんから比べると。<laughs> あくまで政治家としての評価としてですね。ええ、いい人であるんだけど、ちょっとやっぱり財務省の、私が説明に行って安倍さんと行くと、必ずすぐひっくり返るんですけどね。だって、家、家のマンションに帰ったら、親戚が来てね、高橋に言ってるのは、出たら出たってすぐ言われるな、<ー>私はもう。 本当にもう、だから安倍さんに言ったことありますよ。もうこれ、何回やっても、すぐね、もう家に帰ったらすぐひっくり、全部ひっくり返されてますからと言って、これで、安倍さんもそうかって言って、それでちょっとね、説得っていうのはいくやるらやっても無理だなっていう感じはしましたけどね。やっぱりだって、私みたいな全然素人、他人に意見聞くよりかは、やっぱり親族に意見聞きますよ。当たり前ですよ。私だってそう思いますよ。他人の意見聞いちゃダメですよ。親族の方が絶対優先ですよ。<laughs> そこは、その回は私も分かってます。私も天国か地獄でね、安倍さんがいい人だったら余計差があって、もう経済政策が全部ひっくり返ってるんですけどね。まあこれは全く、全く私も同感でありますよ。で、岸田政権はど、どのくらい持ちますかこれは。 もう持たない。9月、九月までじゃないでしょうかね。ねこれは私のというよりも私の周りに、まあ、あの、政権伝論やってる、まあ、政治評論もやってる、佐藤隆則、孫徳さんだとかです。うん、何人かから聞いても、まあ、9月、本人は続投したのかもしれませんけど、9月でんな何ですか続投はないだろうっていうい。難しいでゃんね、もうね、ん。 もうさすがに、で、珍しいですよね。意欲があって20人集まんないって。飲食総理もまずいないんですけどね。考えても論感だから気がつかないっていう人もいるんだけど、さすがに気がつくでしょうね、もうね。ここまで来れば。何ですかね。 井川さん、井川さんはですかね、ごういの政治家いるんですか、大日本の人は、党は、まあ、日本の人はまだ国会議員出ていませんので、個人的にご縁をいただいているのは今の、今今ですと、野田聖子先生。野田聖子。はい。うん、こんそういうの、野田聖子先生のことをポストであげたりすると、私にあのついてくれているフォロワーの人でもですね、やっぱりパッと半分ぐらいはですね、 野田聖子先生だけはダメだなって言ったら、リベラルだと思う。<laughs> リベラルですね。ただ、方向性は安倍総理とはある程度違いますけれども、うん、野田聖子先生のやっぱり素晴らしいところは、先ほどのちょっと話したあの、育ちがいいというか、お金に困ってらっしゃらないので、うん、ちょっと誤解を受けがちなんですけれども、聖子先生はやっぱり自分の信念、ある意味自分の信念でやってらして、うん、その結果として、うん、なんか他の政治家みたいにですね、うん、そこから何か利権をとか、ねうん、もちろん政治家ですから政治活動のためにですね、いろいろ献金もらったり何とかしてますけど、それが目的ではないっていうのは私もよく、 わかるので。うん、だって、聖子先生のお父上って、島さんって、新日鉄の個人筆頭株主だった人ですからね。それ、うん、残すもの残してらっしゃるんで。<laughs> ね。だから、私と聖子先生はやっぱり考え方はこう違うんですけど、うん、個人的には来月も来月はそう一緒にご一緒に <laughs> させていただきますよ、食事を。川さんのすごく幅広いの一旦を皆さんお,お分かりになったと思いますね、こいろいろとお話、秘密拭いたお話もありがとうございました。うん、うすどうもありがとうございました。 もうこれ私日本保守党を立ち上げるって百田先生が去年の LGBT 法案の議論の時ですね、うん、これが通ったら私は立ち上げるっていうことです、ね、それまで私もう諦めてたんです正直言ってっ先生もね矢尾さんがよくご存知てたけど基本的に対